パリに行きたいなっていう目標というか。荒木さん、本日のファッションのポイントをお聞かせください。はい、本日ファッションのポイントは今回このドレスが、ダイヤモンドラメの、ジャガード生地になっていて、すごくこうホリデーの気分を盛り上げてくれるようなキラキラとした生地感っていうのがすごくポイントだなと思っていて、さらにこうディオールらしい体の形だったりとか、なんかそういったところをこう際立たせてくれる、引き立ててくれるような、なんかそういったところがファッションのポイントかなと思います。音大丈夫。クリスマスや年末年始の過ごし方はどのように過ごされますか？そうですね、昨日気心の知れた友人と楽しい一日を過ごしたいなと思ってるんですけど、やっぱりこう年越し、年始年末の方は友達とか家族とかと年越しそばを食べながらゆっくり過ごしたいなと思っています。まもなく残りもわずかですが、今年やり残したことなどありますか？今年やり残したことは、本当に今年はやりたいことにどんどん挑戦していきたいっていう目標があったので、これやり残したっていうことがあんまりなくって、とはいえ来年はまたディオールさんと一緒にこうパリに行きたいなっていう目標というか、もう一度行きたいなと思っているので、そこだけこうまた来年に向けての目標というか、またパリにディオールさんと一緒に行きたいなと思っています。